ああ。うん、私、せっかく無料で教えてもらったのに。そう、160人に教えたけど、ダメで、あ、これはちゃんと伝えてくれる人がお金を稼いで、お金をもう、もらっていただいて、きっちり教えないと、これは広まらないんだって分かったんですよ。なるほど。うん。そっか。そう、私ね、このままこのノート術を持ったまま死んだら、エンマさんにかなりの長い時間説教されると思った。あんた何しに行っとったんよって。って思って、もうこれは、まあ、もう教えなきゃと思ったけど、ただでやったらあかんし、じゃあどうしたらいいかと思って、しっかり講座やろうと思って講座始めた。なるほど。それがいつからだったんですか？スタートそしれたね、5月。で、それは、またその160人の中の人もいたんですか？それとも全く別の人たち？かぶってる人もいる、数あ、人やっが。ぱりそうですはね。い。だけど、4回やったんですよ、私、講座を。で、延べ人数200、何やろ、200、だから250人以上じゃん。すごい、300人いったかな、いってるかもしれない。だからそれぐらいの人数が、聞いてくれてるんです。で、やっぱり、それぐらい人数、やっぱり伝えていき始めると、これ教えたいっていう人が出てきたんですよ。まあ、そうですよね。伝えたいっていうのを私も伝えたいっていう人は出てきますよね。うん、なんでかっていうと、他と違って、このノート術は結果が出るんです、絶対に。だから、おお、叶い出したりしてた人が、これすごいから教えたいって言うてくれはった。まあそうですよね。実感としてありますもんね。そうそうそう。それで講師を要請しようと思って、講師を、私には24時間しかないと。でも、10人でやったら240時間やなと思って。確かに。そうそうそう。もう、バイバイゲームで増えてきますもんね。そう。そしたら本当に、たくさんの人がこれを伝えてくれたら、たくさんの人が幸せになれないかなって思ったんですよ。うん。お金も、容姿も、すべて叶えることができるから。自分の叶えたいものはすべてっていう。そうです。それは、願いは絶対に叶うっていう脳の仕組みなんです。それを知らない人と知ってる人で差が出ちゃうよっていうところがノート術のポイントって。そうですね。知ったら、なぜ自分の願いが今、どの位置で叶っているのか、叶うために今どこのところにいるのかっていうのはね、一応脳内スゴロクってあるんですけど、脳内スゴロク。なんかスゴロクと一緒で、ここに今いてるんだ自分は、じゃあこれを頑張ればいいっていうことが一目瞭然でわかるようなものにしているので、願望実現を早めることができるんですね。もう体験者っていうか、もう経験者ですからね、いちかさんも。そう。本当。ね、皆さんもね、言ったらいいですよ。ノートやった方がいいですよ、本当に。ほんま、そう思う、私。いや、つまりね、いちかさんは、その1月いっぱいで、ご自身が教える講座は、もう終了しちゃったんですよね。そうです。終了しました。ね、なので、いちかさんから習った人たちからしか、今からは学べないと。そうです、そうです。はい。ね。で、実は私も学んだということなんですよね。はい、そうなんです。ね、粒揃いでございますからね。メイヤキさんを中ね。心に。いやいや、とんでもないです。とんでもないです。だから、そういう意味では、まあ、このいちかさんの思いを、私とか、他のね、他にもたくさんいらっしゃるんですけどね、もう、だってすでに何人の方も、今講師になられてるから、だって、今現在どれぐ今らい？現在20人。ね、20人の方がそれぞれ教えたら20倍ずつ増えていくわけなので、まあ私みたいに海外もいるし、日本の方もいるし、なので3月からは私も教えたいなと思ってるので、いちかさんの思いをぜひぜひ伝えていきたいなとは思ってるんですが、一つね、やっぱちょっと聞きたいのは、ノート術で、まあ、絶対叶うっておっしゃってくださってるけれども、やっぱりなんかうまくいってる人といかない人ってやっぱ出てくるのかなと思っていて、で、そこってなんかやっぱりうまくいってない人にも理由があるだろうなと思うんですよ。その絶対うまくいくのがいかないっていうのは。いちかさん的には何がうまくいかないとかいくっていうその分け目のポイントになってますか？それはもうたった一つだと思います。やるかやらないかだと思います。なるほどね。うん。やれば
できるし、やらなければできないみたいな、はい、そんな単純な感じでお明快に続けるかどうかっていうこと。そう、習慣にできるかどうかなんですよ。願望実現って予定や行動に落とし込めるかどうかで全然現実が変わってくるんですよ、うん、目標にしてるだけでは、目標にしてるだけではやっぱり 10% ぐらいだと思うんですよ。それを数値化して予定と行動に落とし込めたら 99% いけるんですね。そうなんです。ノート術でできるように一応作ってある、ね、そうなんですよね、うん、じゃあ続ければ続けさえすれば、お金だけじゃなくてさっき言ったダイエットとか他の叶えたい願望が全部叶う脳の仕組みだと。そうですね、はい、やらないのもったいないですね。確かに、もったいない、本当もったいない。私ね、あれね、実は自分が半年だったじゃないですか、叶ったのが。私お金が分かりやすかった、はいはい、お金が先に叶ったんですけど、うん、ね、すごいと思ったんですよ私。あの脳の仕組みがすごいと思ったけど、でも半年経ってみんなに言ったけど最初叶わなかったんですよ、はい、でもそこからみんながほぼほぼ叶うようになる、これ心理学のある一つの方法ね、うん、さっき言ったミラーアプローチ法なんだけど、うん、ここを取り入れることによってほぼほぼ全部やった人を叶えれるようになったんですね。なるほどね。あれ本当に自分作った自分言うのもなんなんですけど、めちゃくちゃうまいことできてるから、うん、でもご自身もそれでダイエット加速してね、痩せたわけだし。そうそう、もうね、体験者も語るだし、まあ、皆さん叶ってたっていうことですよね。あのね、お金はね、めちゃくちゃ叶いやすいんちゃうかな。だから半年だからやって、5月からずっとねやってますけど、はい、いろんな人が達成して叶ったりしてるんですけど、うん、結構お金はまあまあ叶いやすい人が多いんじゃないかなと思いますね。なんでお金は叶いやすいですかね。数値化できるからだと思います。あ、はっきり、うん、その具体的な数値が出てくるからっていう。そうそうそう、あのね、物とかお金ってまあまあ叶いやすいと思うんですよ、はっきり分かるもの。いや、面白いですね。面白いですよ、うん、だからやらないともったいないので、よかったら私のサイト見てくださればきっと3月以降の日程が出てると思うので、もしよかったら見ていただきたいなと思うんですが、いちかさん自身はこの、まあ、ご自身は自分で教えないで、まあ、しばらく養成とかはされたりとかされるということなんですけど、この2021年以降はどういう展開を考えてらっしゃるんですか。はい、あ、ノート術ですか。うん、ノート術はね、ね、ノートを教えてくれる人、今ね3万5000円なんですけど、そこ、はい、教えてくれる人を今養成してます。で、その養成して、その講師を養成してるんですよ今私、はいはい、うん、それも養成してもらおうと思ってる私。なるほど、あ、どんどん手放していく感じですか。そうそうそう。